新ステルシツ新ステルシツ開紀3年9月10日は、中国南宋の政治家、詩人。字は、幼安、合破家県。済南富暦条件の人。新綾香の子として生まれた。近朝の白州県の県令を、祖父の新さんに持つ家庭に生まれる。若くして、金の科挙に参加するが及第せず、正弘31年、22歳の時に、海、両王の南宋への侵攻が失敗し金の領内が混乱状態に陥ると2004人の民衆を率いて、金への反乱を起こし、間もなく農民反乱軍の後継のもとに身を寄せが危機となった。正弘32年、南宋に使者として派遣されている間に、後継が部下の長安国に殺害される事件が発生すると、わずか50名の部下を率いて、長安国の軍営に侵入しバリ安国を捕らえ、長軍数万を引き連れて南宋に投降した。南宋では、右商務牢、行員軍区地番に任ぜられたのを皮切りに、健康通り番、周知州、久下天広西京極、湖北天雲副使、湖南安部使、広西安部使などの要職を務め、地方官として在任中は、富国強兵を推進し金征伐の準備を進めた。しかしこの積極的な政策が、朝廷内部の不満を引き起こし官を罷免され、20年に渡り信州上、尿県で隠棲生活を強いられた。晩年に官兜に起用されるが、これも間もなく罷免され、開紀3年に死去した。政治家としては大成しなかった、新ステルシツであるが、文人としては名声を博し、金に対抗し、宋による土地回復を願った文章を数多く残している。また様々な題材での詩、漢詩も残しており、歌賢集などが現在に伝わっている。北宋の蘇色と並び、蘇秦と称されることもある。検索エンジン、100度の社名は彼の作品、清玉庵に由来。新ステルシツは、ハプログループ R1R である。R1A は、主にヨーロッパや中央アジア、インドに検出されるY染色体ハプログループであり、東アジアで検出される例は珍しい。ありがとうございます。